ご視聴ありがとうございます。バオシンです。四国縦断編第2話、生口島での一人旅第2章は、前回配信した第1話で三原港から船に乗り、海を渡ってついに瀬戸田にやってきました。この生口島、実はレモンの島なんです。日本に占めるレモンの生産量 28%、 約3割、この生口島でレモンが作られてるんです。ですから桟橋の入り口の看板にもレモンがデザインされてます。今スマホの Google マップ出しているんですけれども、あまりにも映像が不鮮明なので、パソコンのブラウザ画面でスクショした地図に差し替えます。その上で、最初の目的地は鉱山寺の境内にある未来神の丘に焦点を絞りたいと思います。方角はこちらです。港の目の前に旅館筒井さんという今回一泊する宿があるんですが、そちらはショート動画でご紹介させていただくとして、今カメラ2台持ちなんですけど、予定通り鉱山寺にある未来神の丘行ってみようと思います。島の中に恵比寿様が祀られてます。何でしょう、この石畳の街並みがすごくノスタルジックな印象を受けて、しかも島並海道の一部を形成する島ですから、サイクルショップとか珍味屋さん見つけました。美味しそうなものがたくさん並んでます。ようやく見つけました、鉱山寺、こちらです。なんか一般的なお寺のイメージと随分違う印象があります。色使いが非常にカラフルだなって思います。それでは鉱山寺の境内に入ります。鉱山寺の入館券ですが、大人1人につき1400円かかるそうです。オンラインチケットを購入すれば画面表示ですぐ入館できるとも書いてあります。あ、入ってすぐのところにこんなにも綺麗なハスの花、しかも大きい、そしてたくさんある、いかにもお寺っていう感じ。受付でチケット購入しました。こちらを向かい側の入場口で提示して、ようやく中に入れます。入場券の提示も終わりましたので、早速入っていこうと思います。なんか音がするぞ。どうやら長寿屋のようで、大事母堂五重の塔、色とりどりの色が使われていていいですね。開祖の方の思いの強さがこの五重の塔から現れているように見えます。この門は東洋門という塔です。他の見学者の方がおっしゃってたように、日光東照宮と近しいものを感じます。この先に未来神の丘あるそうです。くぐります。あ、ものすごく綺麗な場所。向こうに見えるのが千仏堂というそうです。未来神の丘、案内看板見つけました。さあ行きましょう。美しい彫刻の数々、この目で見て回りたいと思います。未来神の丘見えますね。たくさん観光客の方がいる。さあ行きます。入り口もう目の前です。ここが入り口なんですけど、気温も上がってきましたのでエレベーターで上がりたいと思います。さすがに階段はきついです。ちなみに未来神の丘こんな感じになってます。一番奥の方に白獅子の塔、反対側にカフェクオーレなどいっぱいあります。
さあ乗るぞと意気込んだ次の瞬間、2台あるカメラの一つ ZV-E10L が猛暑に耐えきれず突然の機能停止。やむなく症状が回復するのを待ってから エレベーターに乗ってみました。さあどんな景色が広がっているのやら。おお、これは本当に真っ白だ。見渡す限り真っ白。なんだこれは。真上に突き出た感じすごくいい。初手から度肝を抜かれました。階段はあまり得意ではないのでゆっくり上がっていきましょう。カフェクオーレさんで一服飲んで締めたいところですね。この彫刻は何かな。これも立派だな。さっきまでセミの鳴き声がしてたんですけど、ここにあるのオリーブですね。割とでもそんなに大きな場所じゃなかった。カフェクオレさんありましたよ。多分こちらが SNS でよく取り上げられている場所ですね。この未来心の丘を設計した栗谷さんの思いを強く感じます。一番高いところまで上がってみようと思います。やっぱりここシンボル的な場所なんですね。観光客の皆さん思い思いに写真撮ってます。この一番彫刻が綺麗なところから高根島、高根島って呼んでた高根島が綺麗に見えます。高根島大橋もしっかり見えますね。熱でやられた。洞窟に行くとね、今度は湿気にやられる。わがままなの。若者たちの活気ある声を聞きつつ、ちょうど塔の真下から見ていくとこんな風に見えてます。向こうに三原港が見えますし、隣には佐木島、遠くには多少因島や尾道見えています。ではカフェクオーレさんで一杯いただいて締めくくりたいと思います。カフェクオーレさん撮影の許可取ってませんから、まずできるかどうか確認しつつデコソーダいただいて帰ろうと思います。グランドメニューはこんな感じになってるんです。入り口入ってすぐ綺麗なバラ付きありました。これがデコソーダです。上からよく見るとレモンアイスが入ってるんです。いただこうと思います。よく混ぜて。柑橘系の爽やかな風味が口いっぱいに広がっていく。キーンと冷えてほしい。カフェクオーレさんでデコソーダ楽しませていただきました。そろそろエンディングの時間です。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の四国縦断編第3話生口島一人旅第3章は生口島の瀬戸田町を足の向くままに散策したいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。